こんにちは。今日はですね、ごっつい天気ですね。というか梅雨明けしました。四国もね、ついに、梅雨明けです。太陽が出てめちゃくちゃ暑いんかと思ったら風もあるんでね、もう最高ですね。気持ちいいです。今こんな景色を見ながら散歩しています。素晴らしい景色ですよね。なんか急にいいですね。今ちょうどここはですね、この目の前の方はまだ、もうでもだいぶ少ないですけど、穂が出始めてますが、他のところの稲の方はですね、たくさん出てますね。今ちょうど子どもたちがですね、下校する時間になってますね。ここはもうすごい穂が、稲穂が出てますね。綺麗な、それもこんだけこう太陽が爽やかに出ているというか、太陽に光ってるねこれ。で風が吹いてさ、ごっついねこれ。この前言っていたラインモの件ですけど、昨日ねラインモのSIMカードが届きました。それで、今朝ですね、設定をして、開通しました。ラインモはこの電話でですね、開通をしなくてはダメなんで、このネット上だけっていうのに、それも10時から何時だったかな、時間が決まってるんです。何時までの間にこう開通のための電話をかけてするっていうことになってますので、日を変えて、今日ねやりました。で、結果なんですけど、簡単に開通できて、今のところですね、電波を UQ モバイルのように取れないっていうか、そういうことがなくて、いけてますね。ただしね、 UQ モバイルも長い間ちゃんといけてて、突如としてこの電波をうまく取らなくなって、取ってると思ったら、切れたりですね、そんなことになってましたから、LINE もちょっと分かりませんけどね、それだけは。ただ今のところ全然問題なく、きちっとこうずっとつながってますので、バッチリです。妻も喜んでるというこういう状態ですね。携帯っていうのはつながって当たり前みたいなもんなんですけど、ほら当たり前なんですけど、電波がやっぱりね届かないっていうのは、実益としてですね、世の中からきちっと連絡来ないかん、それを待ってたりすると大変ですね、本当に。だから、電話回線っていうのはやっぱこう安定してできるようにしとかないかんね。今回のことで、参りましたね。ただあとしばらくやってみて、安定してライムができるんだったら、いいですよね。ただ繰り越しっていうのがないのは残念ですけど、データの繰り越しね。でも3ギガで OK っていうことです。家でおった私も3ギガで全然問題ないんですけどね。もう今でも UQ モバイルの方は繰り越しで 5.8 メガぐらいありますよ。本当に 5.9 メガかな。本当家でおったら結局 Wi-Fi でしますから、その UQ モバイルそのもののデータっていうのは使わないんですよね。ただし旅に出たりするとまた別なんですけどね。それ旅に出ても、それでネットを見るってことは、ネットは見ますけど、動画を見るわけでもなくね、ニュースを見たり、
いろんな行く場所のことを調べたり、そんなはしますけどね。だから私の場合は、動いてるので、有給を今んとこ変えるあれはないですけど、それでもね、LINE ものミニプランはいいですね。私はみたいにガンガンなんか使うじゃない人にとったら大変こういいもんだと思います。なかなか暑い、太陽がいいですね。でも風自体はそんな暑くなくて涼しい、蒸し暑い中分でなしにね、涼しい感じです。今日は 3.94km、 もうちょっとで4キロだったね。そしてステップ数が5587歩でした。今日も調子よくね、歩くことができました。話の途中、違う、歩いてる途中も話しましたけど、 LINE も今のとこね、調子がいいみたいなんで嬉しいです。それでは皆さん、よろしくお願いします。